ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチーです。ですね、まずはですね、前の動画で僕のさ、ウイグル人の知り合いの話したじゃないですか。ちょっと、話が大きい、ウイグル人の彼ね、ほら韓国人と一緒に会社作ろうとして、で一緒に部屋借りようとして、それでなんか2倍以上の価格をふっかけて、さらにその韓国人からそのお金騙し取ろうとしたっていう彼の話なんですけどもね、実はですね、さっきその彼をツイッターで見かけてしまったのですよ。で彼が今何やってるかっていうと、まあ結局反中国のYouTuber とかなんかそんな感じのことをやってるみたいなんですけども、あいつがやってんのかみたいな感じで、なんか、彼の言うことなんか結構、どこまで本当か分かんなかったんですよね。別になんか僕が被害を受けるわけじゃないんで、結構スルーしてたんですけども、今思えばなんか話の大きい人だったなという感じなんですけども、例えばですね、こんなこと言ってるらしいんですよ。なんか高校の時に中国共産党に迫害されてみたいな、そんな感じで話してるんですけども、なんかそれをなんか中国のね、ネットユーザーにすっぱ抜かれて、なんか思いっきりなんか上海の高校に通ってるし、そこでブイブイ言わしてるなんか彼の様子がね、写真に載ってるんですよ。お前高校の時なんか迫害されてたんじゃなかったのかよっていう、なんかそういう話なんですよね。それでね、今ね、そのアメリカでね、なんか、お母さんがなんか中国共産党に捕まっててみたいな話をしてるみたいなんですけども、これもね、ネットユーザーにすっぱ抜かれて、なんか母ちゃん普通に元気に暮らしてるみたいなんですよ。はい、なんかこういう人たちがなんか海外に出てね、アンチ、コミュニストやってるんだなと、そんな感じなんですね。当時のね、なんかほら政府とね一緒に協力してねやってるんでしょうね、政治家さんたちとね。ああこういうことなんだろうなっていう、世の中ねこういうもんだんだなって思っちゃいましたね。その彼がね、僕のイメージの中ではね、わあこいつなんかすげえなーとか思ってたんでね。ただね、彼結構頑張ってね、アメリカまで行ってね、移民とかしてるんで、そういう意味ではね、頑張ってると思うんですけども、はい、そんな感じでね、今日話したかったのはね、皆さんね、セデックバレっていう台湾の映画、見てほしいんですよね。見たことある人は結構いると思うんですけどもね、台湾人だったらなんか結構、台湾ではすごく人気のある感じの映画だったみたいなんですけども、どういった内容かっていうとですね、台湾にね、日本軍が攻め入っていって、その、何族か、セデック族か、セデック族をだからセデック族を支配して、セデック族を教育したりとか、反乱されたりとかね、そういった複雑な人間模様を描いているのですよ。ですね、とりあえずこの場合ね、日本軍は攻め入っていった方なんですけども、現地をね開発するし、教育もねちゃんと与えてるみたいな感じでね、それ頑張ってるんですけども、現地の人はね自分の独自の文化があるということでね、それが気に食わないと。でもほらこのセデック族ってさ、結構首狩り族でもともと結構荒っぽい人たちだったんで、ね、それでなんか、たまにブチ切れて反乱を起こすとかね、そういうことをやってるわけなんですよね。で仕事を回そうとしてもなんか結局単純労働ぐらいしかできないんですけども、単純労働をやらせてるとなんか、俺たちにだけほら賃金の低いこんな労働やらせやがってみたいな感じで、この不満たらたらになるんですよね。それでなんか一部の、そのセデック族のねエリートはね日本に行って、その日本の文化とかね、教育を受けて帰ってきてるんですけども、でもほらその自分のねセデック族の人たちからその責められて、なんかちょっと心に矛盾を感じるみたいな、そういった感じの映画なんですよね。だからそこにあるなんか矛盾みたいなの、そんな単純じゃないんだよみたいな感じなんですよね。そのウイグルの人たちもその、平均的にはやっぱほら、生産性がそんなに高くない人たちなんですよね。でなんかちょっと犯罪とかもちょっと多めなんですよね。でこれで忘れないでほしいのが何の
も言ってるんですけども、そのウイグルの人たちがそのブチ切れて、その切れた暴力の被害を受けるのは、まあ、それまたなんかその目の前にいるウイグルの人たちみたいな感じなんですよね。それでなんかほら、まあ、中国政府はその、まあ、お金あげたりとか開発してあげたりとか知ってるんですけどもね、それでいてね、仕事もね、優先的に割り振ってるんですね。実際ね、中国中やってますし、まあ、正直ね、僕のやってる業界、映画業界にもね、たまにウイグルの人いるんですよね。だからなどっか のいい大学出てるんですけども、まあまあウイグル人補正で、まあ、ちょっと加点されて入ってきてるんでしょうけども、まあまあそんな感じでね、まあ、無理やりちょっとここにはウイグル人入れとかなくちゃいけないみたいな、そんな感じでね、仕事に入ってきてるんですよね。だからこれ漢民族の人から言わせるとなんか、まあ、差別的で、なんでそんなウイグル人だけね優待されなくちゃいけないんだみたいな、感じで入ってるんですよね。まあそれでいてね、なんかほら、まあまあそのウイグルのね、その地元の人たち、地元の話ですると、ほら、まあ、仕事優先的に与えてるのにちゃんと働かないから仕事がないみたいな、なんか、そんな現象が起こるんですよね。まあ、もちろん全員じゃないですよ。もうただ一定の数そういう人がいて、なんかそういう人たちが、まあ、暴動化したりするんですよね。で、それで言って、結構、まあ、正直、さらっと嘘つくんで、さらっと嘘つく人が結構いるんで、まあ、そういう人ね、まあ、政治的亡命みたいな感じで、な感じ出していれば、なんか結構欧米とかがたまに受け入れてくれるみたいなんですよね。もちろんね、僕ね、アメリカで、いわゆる漢民族とウイグル人の夫婦って見たことがあるんですよ。まあ、彼らは彼らでね、正常で仲良く暮らしてるんですけども、もちろんみんなじゃないんですけども、その欧米とか日本とか、それとかね、まあ欧米と日本ですよ、に行って、インチキな活動を始めてる、ね、ウイグル人とかね、チベット人とかね、実際いると思いますね。だからなんでその日本のテレビ局とかその人たちが言ったことを検証しないのって僕は思うんですよね。例えばほら、まあ、世界のこの嘘ナンバーワンね、ダライラマですよ。やっぱダライラマ、ほら、彼はチベット族ではない、チベット語も喋れなかったダライラマ、13歳は違いますよ。14歳はそういう人たちなんですよね。もともと中国国民党 の命令でね、こいつをダライラマにしろっていうことでダライラマになったわけであって、だから、まあ、そんな感じなんで、それでなんかほら、まあまあ共産党が入ってきて、その後ほらなんか独立してたんだとか、なんかそういうことをまあ言い出したと、まあそういう話なんですけどもね、これもね、ちゃんと調べてみれば分かる話なのですよ。別にね、中国共産党側の資料とか中国国内の資料一切見ないで、日本語の資料だけで分かる話なんですよ。ほら、当時その日本軍がどう思ってたとかね、それとかもっと明治時代のね、チベットに入り込んだ人たちのね、資料とか見てると、すぐ分かることなんだけども、それすらね、調べないでね、中国はこんなにひどいことしてるんだって言ってる人たちはね、どうなのかなって僕はね、正直思いますね。はい、それでは皆さん、リンチでした。再見。